主根管症候群の内視鏡手術での合併症の成中神経損傷について。どうもです。てげぽん TV です。主根管症候群の手術で教子化手術を行った際に、ごく低確率ですが、成中神経を損傷する合併症があります。今回はその治療経験についてお話しします。なお、 私は手根幹症候群の手術は胸死化手術ではなく通常の小石灰手術を行っているので自分自身が手術で正中神経を損傷したことはなく隊員で手根幹症候群の胸死化手術を受けて正中神経損傷の合併症が起きその後私のところで治療したケースになります患者さんは手根幹症候群の胸死化手術を隊員で受けて術中に激痛を感じその後 手の痛みがひどいと言って、私の外来を受診してきます話を聞いて、おそらく手術中に正中神経を損傷したのだろうと予想できますそして、修復のための手術を行います手術中に正中神経が一部損傷されている所見が確認できます正中神経が一部だけ切れているので方合すれば良さそうに思えますが時間が経過していることもあり神経断裂部位に瘢痕ができておりそれを取り除かないといけません 取り除くと今度は神経包合の際に神経同士が届かなくなります正中神経のつながっている部分がかなりあるので包合する部分が少なくて強いテンションで包合することはなかなか難しいです正中神経が完全に切れていた方が包合すればいいので治療方針は簡単ですかといって正中神経のつながっている部分をわざわざ切って再度包合するのはやりすぎでそこまでする勇気はありません 実際問題として最近ではラッピング可能な種類の人工神経であるリナーブという人工神経を用いてラッピングを行っていますラッピングというのは包合部位に人工神経を巻きつけることで瘢根をできにくくして神経を再生しやすくする目的で行われます以前は静脈移植を行っていました血管の内壁は瘢根ができにくいということで神経包合部に 観光ができにくくする目的で、静脈を神経包合部に巻きつけます。人工神経のラッピングと同じような目的です。それでも治療成績は、なかなか良くありません。術後も、なかなか痛みは軽減せず、患者さんの苦痛を聞くのが辛くなります。私自身の治療経験からは、正中神経が完全に切れていて、それを包合する方が、治療成績が良いと感じています。私は、 手のげか無料相談所という医療の無料相談のホームページを15年以上前に立ち上げそれを続けており他にも手科関連のブログやツイッターやフェイスブック等をやり続けている関係で単位で手術がうまくいかなかった患者さんが私のところに治療を求めて受診することが非常に多いです私の治療経験上皮膚切開を少し小さくすることのメリットより 性中神経損傷を起こした際の治療の大変さと患者さんの苦痛の方がはるかに大きく見えますですので私は手根幹症候群の手術は通常の小石灰の手術をお勧めしますただ手根幹症候群の強子化手術は性中神経を損傷する危険性があるからダメかというとそうとも言えません性中神経損傷の合併症の危険性は確率的に非常に低いからです どうしても強子化手術を受けたいという方は医師の技量と強子化手術の経験数を確認して受けるようにしてください性中神経損傷の合併症は技術で減らせる合併症だからですまた手根管症候群の強子化手術の成中神経損傷の合併症の良い治療法をご存知の専門家の方はぜひ教えていただきたいですこの治療の良い方法があれば 胸子化手術が通常の小石灰の手術より優秀な手術である可能性が高くなるからですいかがでしたでしょうかテゲポン TV ではテケ科に関する情報を発信しています新しい動画が出た時の通知が届くようチャンネル登録お願いしますまたこんな動画を出してほしいなどのご要望があれば下のコメント欄にコメントをお願いします